誰と仲いいの？僕ですか？仲いいの？まあその友達はいるだろうけど、はいはい、その厳密に言えばそのそういう界隈の界隈と TikToker だったりとか、うん、YouTuber だったりとかっていう。TikToker だと、まあでも映画感想をやってるしんのすけって人とか。僕らのことも何回か名前出してくれてます。はい、僕しんのすけくんも結構流れてくるんですよ。あ、そうです。あ、嬉しいです。めっちゃなんか。嬉しいね。やっぱ身内っていうか、知られてると嬉しいです。しんのすけくんってでも、はい、結構年上じゃん。そうですね、34とか。見た目的にという、言ったらちょっと失礼なんですけど。そうです、イメージ的に、あの感じのテイスト的には結構年上かなっていう。そうですね。結構上の人で、まあもともと映画業界いた人で TikTok が来たって感じ。しんのすけくんだけですか？あ、でも他にも修一郎とか、YouTuber だと世界一のユッケさん。修一郎くんは最近どうなんですか？修一郎くんは最近、プロモーションしかなくないですか？いや、そこはちょっとあんま触れづらいですけど、ね、企業の方も絡んでらっしゃる。確かにね。そうですね。まあでも、TikTok って意外にみんながイメージして、まあそれ僕結構視聴者の意見で話すんで、はい、いや、ちょっと酔っ払ってきてるんで、さっきのウイスキーで。結構ズバズバ言っちゃっても大丈夫ですか？あ、全然、はい。あ、なんで、お金にはならないじゃないですか。あ、まあそうですね。普通に上げてるだけだと。はい。で、そっから、まあやっぱ、みんなも人なんで生活もあるじゃないですか。はい。なんで、まあ、せっかく有名になるなら、それに見合った対価が欲しいしっていう感じで、プロモーションも含むますよっていう動画が増えるんですけど、プロモーションを含むと、再生数が落ちるっていうね。あ、まあそうですね。そういう結構ジレンマがある中でみんな頑張ってるんですね。うん、うん。顔面土砂崩れさんは何をテイストにした動画が多いんですか？僕でも基本的に踊ったりしないんで、喋ったりとか、あと替え歌とか、そっち系です。あと漫画好きなんで漫画紹介して。何が好きなんですか？最近漫画お願いしますよ。僕にもちょっと紹介してくださいよ。漫画ですか？ダーウィンズ編って漫画すごい良かったですね。最近だと。ダーウィンズゲームじゃん。ダーウィンズゲームじゃなくてダーウィンズ編っていう漫画。どういうあらすじを。あらすじは、チンパンジーと人間のハーフとして、あ、知ってます？いや、てか、ツイッターとかでよく見ますよ、ね。めっちゃ広告回ってくるやつ。そう。あれ、でもあれめっちゃ面白いです、あれ。本当に？あれめっちゃ面白い。俺、広告回ってくる漫画信用してないんで。いや、確かに僕も信用してないんかったんですけど、うん、でもその作者の別の漫画読んでたことあって、それめっちゃ面白かったんで、読んでみようと思って。面白いんだ。あれ面白いです。4巻までしか出てないんですけど、4巻の最後めっちゃ良かったです、あれ。すごい。めっちゃ4巻の話するやん。4巻、そうです。1巻も知らん人に。確かに。4巻の話する。いや、でも1巻から普通に読んで面白い。アニメは？アニメだと、最近じゃなくてもいいよ。今その好きな。ちょっとオタトークしようよ。オタトーク。オタクっぽいもんね。あ、そうですね。俺もオタクなのよ。あ、はい。その自負するぐらいオタクの。あ、本当ですか？嬉しい。いや、アニメだとそうですね。ジョジョの奇妙な冒険とかもちろん好きなんですけど。ジョジョ系なんだ。あ、ジョジョとか。好きですね。え、ジョジョなの？ジョジョが一番。え、もう見た目はラブライブとかじゃん。いや、よく言われますけど、ラブライブ顔とは言われますけど。こうしてそうだよ。おいって。馬娘とか、してそうですね。そうですね。なんかあんま萌えっぽい作品そんなに読まないかもしれない。逆に、はい。え、じゃあ、ジョジョと？ジョジョと、あとピンポンとか。卓球？はい。卓球部？卓球部じゃないです。卓球部じゃないですけど。俺卓球部。あ、本当ですか？稲中卓球部っていうアニメを見て、はい、知ってる？あ、知ってますよ。稲中卓球部っていうアニメを見て卓球を始めたっていう。珍しくないですか？いや、卓球部というものが、はいはい、卓球というものがそういう楽しいんだろうなっていう。いや、でも確かに影響されますよね、漫画とか。本当に？本当にそう思ってる？いや、でも結構やっぱジョジョとか僕めっちゃ影響されてますよ、なんか。結構、TikTok とかやってる中で。じゃあ、はい、アニメとかは、その何がおすすめなの？みんなが分かりやすいところで言うと、ジョジョと？アニメ、あ、でもなんかサクッと見えるところだと、映画大好きポンポさんってアニメ映画がある。ほう！知ってる。知ってます。あれめっちゃ良くないですか？おー、面白い。あれめっちゃ面白いです。ああいうの見るんだ。あ、見ます。結構マニアックだね。いや、なんか、もともと漫画で。ジョジョと来たら、そこ行くあれはないけどね。確かに、そうです。うん、結構漫画全般読んでて、うん、映画大好きポンポさんも漫画でもともと読んでて、一般的にオタ系とか異世界系とか見ないんだ。異世界系も見ます。無職転生とか、ほう、転スラとか割と最近だね。見ますね。でもそういうのはアニメでしか見ないですね。なんか漫画で読まない。じゃあ今結構コメント欄にあるスタンド使えそうとかってコメントあるのよ。俺がですか？全然。顔面土砂崩れさんにスタンドがついてたらどういう名前、はい、え、結構これ俺結構中二病だから、はいはい、あんのよ。
ああそういうのなんかあります。顔面土砂崩れがどんだけ中二病かをやっぱ試したいの俺。ああなるほどね、大喜利力ね。顔面土砂崩れにスタンドがついてたらどういう名前なの。アースクレイクみたいな。アースクレイク分かんないけど相当強いね。はい、もう地盤ごといくみたいな。そう、地盤ごとむちゃくちゃ強いよ。地球クレイクっていう単語ないと思いますけど多分。むちゃくちゃ強いやん、はい、ちなみに俺ホールインワンっていうスタンド。わ強そうでしょ。めっちゃ強い。もう全てを丸くする。ああなるほど。なんかでもう全部入っちゃう。ああなんかエロい系の。エロい系だね。ああなるほど。どういいっすね。めっちゃなんかやっぱスタンドって精神力を具現化したものなのでやっぱりその合ってるなってすごい思います。やっぱ丸さんらしいスタンドだなってすごい。めちゃくちゃおもろいじゃんこの人。何なの。